現在、多くの振る舞いや課題が指摘され、国民から厳しい批判を受けている秋篠宮家。さらに最近では、秋篠宮家と警察庁の関係悪化が報じられ、注目を集めています。一体何が起こったのでしょうか。今回は、敏宮殿下に対して嫉妬心を抱いているとされる紀子様の問題行動についてお伝えします。2024年5月31日、秋篠宮ご夫妻は、第35回全国緑の愛護の集いに参列するため、和歌山県をご訪問されました。南紀白浜空港に到着されてから、夜に和歌山市内で開かれたレセプションへの出席まで、秋篠宮ご夫妻は、分刻みのスケジュールで、和歌山県内各地を移動されました。ある宮内庁関係者は、次のように語っています。この時、警備を担当していた皇室警察の側衛官たちには、並々ならぬ緊張感が漂っていました。2022年の安倍晋三元首相銃撃事件以降、警察の要人警護担当者は、常に相当なストレスを抱えながら、警護に当たっています。しかし現在、秋篠宮家と警察の間には、深刻な亀裂が生じているのです。そして、その亀裂は、重大な問題となっています。皇位継承順位第1位の皇嗣である秋篠宮殿下と皇位継承順位第2位の悠仁さまがいらっしゃる秋篠宮家と警察の対立。なお、今年1月の人事異動では皇嗣職級務官を務めていた警察庁出身の職員が外され、皇嗣職への警察庁出身者がゼロになっています。またその様子は週刊誌の週刊文春でも報道され、話題を呼んだのです。ある皇室担当記者は次のように述べています。特に衝撃的だったのは、紀子様が警察庁出身の職員に対して、あなたは国家公務員ではなく使用人です。という厳しいお言葉を発せられたということです。そのため、警察庁出身者が次々と秋篠宮ご夫妻の布教を買い、冷遇されるという事態に陥っていたのです。その結果、警察庁側が人材を派遣しないと決定し、不信感を表明しました。また後任には外務省の方が出向されています。ただし、この方は第一線級のキャリア官僚ではありません。外務省のエリートは国連安保理における常任理事国大使館に配属されており、内部では警察庁に続いてついに外務省も人材を出さなくなったのか、と言われているのです。また、宮内庁職員からは、秋篠宮家は難しい立場にあるとも言われているそうです。さらに、ある宮内庁関係者は、次のように語っています。紀子様は、秋篠宮家が皇室を支える必要があるという強い使命感をお持ちです。そのため、業務に対する要求水準が、非常に高いのです。しかし職員は、そのような高い要求に疲弊しています。紀子様の姿勢やご発言により、職員が精神的に追い詰められるようなことが続けば、自然と秋篠宮家を守らなければという意識は薄れていくでしょう。また、警察や他の省庁の官僚たちからも、そのような気持ちが失われてしまっても無理はありません。1月の人事異動で、皇嗣職への警察庁出向者がゼロになったことは、週刊誌やメディアで大きく取り上げられていました。しかし、紀子様が皇嗣職の方に対して、あなたは国家公務員ではなく使用人です。という驚くべきお言葉を発せられていたことには、驚きを隠せません。そして、国民からは、信じられない、秋篠宮家と警察庁の関係修復は、もはや不可能だと思う。皇嗣家をお守りせねば、との強い使命感を持って、責務に励まれている方に対して、このような発言をするなんて、考えられない。誰もこのような人物を守ろうとは思わないだろう。こんな人物が皇室を支えられると、本当に考えているのだろうか。などといった、批判的な意見が多く寄せられていました。警察庁は、警察組織のトップであり、当然ながら、警察庁の職員はエリートです。そのような人々を使用人と呼ぶなど、到底許されることではありません。また、内部の人間に信頼されていないのに、国民から信頼されるはずがありません。しかし、これが事実かどうかは、私たち国民には確認する術がありません。しかし、これがもし事実だとすれば、紀子様は皇族として、憲法について学ばれるべきです。もし憲法を理解した上で、
このような発言をされているのであれば、皇室からの離脱を検討すべきではないでしょうか。また、秋篠宮家に対しては、警察との溝以上に、国民との距離が大きいと言えるでしょう。多くの国民は、秋篠宮家に対して、国民を見下し、贅沢三昧の生活をしているというイメージを抱いています。そのため、単に皇族として公務を行っていますというだけでは、国民との関係修復は難しいのです。他にも、紀子様の不適切な発言により、悠仁さまの東京大学入学の計画に暗雲が立ち込めている状況の中、ついに警察庁は悠仁さまへの警備をボイコットしているとのことです。ある筑波大学附属高等学校の関係者は、次のように語っています。悠仁さまのために、これまで通学路や校内には、多数の警備員が配置されていました。しかし、最近では大幅に人数が削減され、現在では数名しかいません。また、その方々は、秋篠宮家が私費で雇った警備会社の人員であり、警察官ではないのです。これまでは、多くの生徒や保護者が校内に部外者である警備員が多数いることに対して、不満の声を上げていました。そのため、生徒たちや保護者にとっては、好ましい変化だと思うのですが、このように急に減少すると不安を感じますね。このように警察庁が悠仁さまの警備をボイコットしているため、皇族の警備に不慣れな東京大学などは安全の確保が困難であるという理由で、悠仁さまの入学に難色を示しているとされています。ある秋篠宮家の関係者は次のように述べています。これまで秋篠宮家と東京大学側は悠仁さまが入学された場合の警備体制について何度も協議を重ねてきました。当然ながらどの案も全て警察の協力のもとに悠仁さまの安全を確保するということが前提とされてきたのです。しかし今回の警察庁による悠仁さまの警備のボイコットの様子を見て東京大学側は難色を示しているようですね。また、悠仁さまの東京大学入学が危ぶまれている状況に対して、宮内庁内では動揺が広がっているそうです。そして、ある皇室ジャーナリストは、次のように語っています。皇族の方々の警備を担当するのは、本来、皇宮警察です。皇宮警察は、警視庁の特別部隊であり、警察庁の管轄下にあります。つまり、警察庁の協力なしには、悠仁さまの十分な警護を行うことは不可能です。一方、東京大学は、皇族の学生を受け入れるために、厳重な警備が不可欠となります。警察庁の協力が得られない以上、悠仁さまの入学に難色を示すのは、やむを得ないことだと言えるでしょう。そして先日、秋篠宮ご夫妻は、皇宮警察の幹部を呼び出されたそうです。その時の様子について、ある秋篠宮家の関係者は、次のように語っています。秋篠宮ご夫妻は、警察庁の協力が得られない理由は、何かと追及されたそうです。これに対して、皇宮警察幹部は、紀子様のご発言により、警察庁の面目が失われたためですと回答されました。これを聞いた秋篠宮ご夫妻は青ざめ、紀子様は涙ぐみながら机に伏せられたそうです。このような状況になり、ようやく事態の深刻さを認識されたのでしょう。また、窮地に立たされた秋篠宮ご夫妻は、警察庁に対して、平身低頭して、謝罪することも検討しているとのことです。さらに、ある宮内庁関係者は、次のように述べています。皮肉なことに、紀子様の高すぎるプライドがあだとなり、政府や大学、そして警察からの協力が失われました。また、今更警察庁に頭を下げても、悠仁さまの東京大学入学は厳しい状況だと言えるでしょう。紀子さまは、皇室の危機を救うためには、秋篠宮家が皇室の中心となるべき、と強く信じていらっしゃるようですが、その思いが強すぎるため、周囲の人々との温度差が生じています。皇室の危機を乗り越えるためには、紀子様が周囲の人々との温度差に気づき、自らの姿勢を見つめ直す必要があります。このように、紀子様の行き過ぎたご発言により、様々な問題が引き起こされてしまったようです。また、このような態度やご発言をされているからこそ、国民からの支持率も低いのではないでしょうか。そして、海外の人々からも、
紀子さまは秋篠宮家が皇室を支えるという強い使命感を持っているのではなく、単なる野心を抱いているのではないか。以前、秋篠宮殿下は自分より背の低い側衛官に対して、それで守れるのかと侮辱したことがあったそうだ。また紀子さまも側衛官に出身大学名を聞いて、有名大学でないことがわかると、そんな大学があるのねと軽蔑したようだ。皇族だからという理由で警護してもらっているだけで、普通なら叱責されることだよ。一度発した言葉は取り消せないのだから、よく考えて発言するべきだ。自らどんどん人々を遠ざけていっているね。あまりにもひどすぎる。もう警護する必要はないのではないか、といった批判的な意見が多く寄せられました。このように紀子さまの常識を逸脱したご発言は、世界中の人々の反感を買ったようです。しかし実は、紀子さまの問題行動は、これだけにとどまりません。現在、日本国民だけでなく、世界中の人々から支持を集めている、敏宮殿下。そんな敏宮殿下は、次期天皇にと多くの人々から期待が寄せられています。一方、紀子さまは、そのような敏宮殿下に対して、嫉妬心を抱いているとされています。2024年3月に発売された週刊新潮には、大学ご卒業、愛子さま躍進に、紀子さまの歯ぎしり、という見出しの特集記事が掲載されていました。そして、その記事には、敏宮殿下のご活躍に対して、心よく思われていない、紀子さまの現状について、記されていたのです。このように、敏宮殿下のご活躍を、心よく思われていない紀子さまは、現在、敏宮殿下を早期に結婚させ、皇室から退出させようと画策しているとのことです。しかし、紀子さまの思惑に対して、敏宮殿下の皇室追放計画を阻止するために動いているのが、現政府だとされています。ある宮内庁関係者は、次のように語っています。現在、政府は、敏宮殿下を次期天皇にするために、様々な施策を検討しているようです。特に最重要課題としているのは、女性皇族が結婚後も、皇室に残ることを可能にするための法改正です。しかし、依然として、自民党内の保守派議員からは、敏宮殿下を次期天皇にするための、女性天皇容認の、皇室典範改正に反対する声も上がっています。このような状況から、その前段階として、敏宮殿下が結婚された後でも、皇籍を維持できるよう、法改正を行うことを優先課題としているのです。そして、紀子さまの敏宮殿下に対する嫉妬心が感じられた出来事として、敏宮殿下が単独で訪問された伊勢神宮での出来事が挙げられます。2024年3月26日、伊勢神宮を訪れた敏宮殿下は、多くの国民の温かい歓迎を受けられました。敏宮殿下は内宮を参拝し、学習院大学の卒業と4月1日から日本赤十字社に勤務されることを報告されました。白い参拝用ドレスを身にまとった敏宮殿下が内宮の中心である正宮への鳥居をくぐられた瞬間、正宮の屋根に光が差し込みました。この神秘的な光景に国民からは天照大御神の末裔であることの誇りと、神聖な存在としての尊厳を感じずにはいられない。本当に素晴らしい光景だ。鳥肌が立った。まるで天照大御神が敏宮殿下を歓迎しているかのようだ、といった声が上がりました。作詞家の森百合子さんも、このような人知を超えた現象が起こる理由を人は誰も説明することはできません。ただ天照大御神の祝福、真意を感じずにはいられませんね、と述べています。実は、敏宮殿下が伊勢神宮を参拝された3月26日は朝から小雨が降っていたのですが、敏宮殿下が伊勢神宮に到着される直前に雨が止み、太陽の光が差し始めたそうです。なお、敏宮殿下の伊勢神宮ご参拝は2014年7月以来で約10年ぶり2度目のことでした。2014年の参拝時、敏宮殿下は学習院女子中等科1年生で、当時皇太子ご夫妻だった天皇皇后両陛下と共にご参拝されていました。また27日には三重県明和町を訪問され、そこでも地元の人々の歓迎を受けられた敏宮殿下。沿道に集まった人々から
歓声が上がる中、手を振りながら明和町の斎宮歴史博物館に到着された敏宮殿下は、出迎えた地元の小学生たちに近づき声をかけられました。このような素晴らしい敏宮殿下のお姿に対し、紀子さまは表面上は称賛されていたものの、実は敏宮殿下のご公務の成功に強い嫉妬心を抱いていたとのことです。そして立派な活躍をされた敏宮殿下に嫉妬心を抱いた紀子さまに対し、国民からは巫女である敏宮殿下と身分の低い執事で野心しか持たない紀子さまを比較すること自体が不敬だ、命にあたる敏宮殿下の活躍を妬むなんて非常に品性に欠ける人物だ、というような批判的な意見が多く寄せられていました。生まれ育ちの違いは知性や品格、風格、振る舞い、気品などあらゆる面に現れるものです。そのため敏宮殿下はそれらを身につけるにふさわしい日々を幼少期から過ごされてきたことでしょう。一方、秋篠宮家のお子様方については言及するまでもないでしょう。そもそも天皇家に生まれた敏宮殿下と宮家の皇族として生まれた秋篠宮家のお子様を比較すること自体が敏宮殿下に対して非常に失礼なことです。しかし天皇家のお子様と秋篠宮家のお子様とでは生まれ持った資質と担うべき責務が全く異なるため、避けられないことなのかもしれません。また天皇皇后両陛下は担うべき責務が異なるからこそ敏宮殿下の教育に慎重を期されたのではないでしょうか。このようなことから敏宮殿下と秋篠宮家のお子様方との差が生じることは当然だと感じられます。また敏宮殿下は学習院女子高等学校時代から懸命に勉学に励まれ、ご卒業まで多くの成果を上げてこられました。ある記事では愛子さまは陰ながら様々な努力を重ねてこられました。そしてこのような愛子さまのご活躍は宮内庁内部でも大きな話題となっています。しかし紀子さまの前では愛子さまのご活躍について話題にすることはタブーとされているのです。というのも、紀子さまのいる場で今回の愛子さまのご活躍について話をすると紀子さまは不機嫌になられるそうです。そしてあんな若輩者をもてはやすなということや、あんな黒人大統領と話をするなんて誰にでもできることよと感情的に反論されるようですと記されていました。現行の皇室典範では、次の世代の天皇は秋篠宮家の長男である悠仁さまとなるため、悠仁さまの母である紀子さまは世界中の人々から支持されている敏宮殿下に嫉妬心を抱いているのでしょう。しかしそのような感情や態度は国民からの反感をさらに強めることにつながるのではないでしょうか。また敏宮殿下には日本国民だけでなく世界中の人々から大きな期待が寄せられています。未だ解決の糸口が見出せていない状況ですが、今後国民の総意を尊重した上で皇位継承問題が解決されることを願います。そして今後も敏宮殿下には世界中で活躍し続けていただきたいと思います。今回ご紹介した内容について海外からも多くの反響が寄せられています。その一部をご紹介しましょう。紀子さまは雅子さまとは異なり、様々な経験を積まれてこなかった世間知らずの方だ。しかも育ちの良いお嬢様ではなく野心家の父親の影響も受けている。早急に皇室から退き元の生活に戻られた方が良いのではないだろうか。秋篠宮家は単なる宮家の一つに過ぎない。だからこそ天皇家を支えるべきだ。紀子さまは誤解されているようだ。紀子さまは人に感謝する心をお持ちではないのだろうか。様々な面で国民感情を逆なでしている宮家に高騰を移すべきではない。どれほど高い地位にある人物でも感謝と思いやりの心を持たない人には誰もついていかないものだ。だからそのような一家に敬語をつける必要はないだろう。人間として残念な方だ。そして思い違いもほどほどにすべきだと思う。誰がこのような皇族を敬愛するというのだろうか、といった紀子さまを批判する声が多く寄せられました。多くの国民から敬愛されている敏宮殿下に嫉妬心を抱き、横暴な態度をとっているとされる紀子さま。また紀子さまだけでなく秋篠宮家全体に対しても様々な批判の声が上がっています。
このような状況で多くの国民が反対している中、天皇は男性しかなれないという伝統を重視するという理由を優先するあまり、秋篠宮家に皇統を移すことは適切なのでしょうか。国民の総意を踏まえた上で、皇位継承問題が解決される日が来ることを切に願います。そして、敏宮殿下には今後も様々な分野でご活躍いただきたいと思います。これからも敏宮殿下が輝き続けられることを心からお祈りいたします。今回はここまでです。この動画が良かった。国民からの祝福を受けられなかった秋篠宮家長女の眞子さんの結婚。2021年、秋篠宮家の長女である眞子さんが小室圭さんとご結婚され、皇室から退出されました。このご結婚は、小室圭さんの母上の金銭問題が報道され、国民の意見が分かれたことにより、祝福の声が少ない結婚となってしまいました。一方で、同時期に守谷圭さんとのご結婚を発表された、高円宮家の三女である綾子さんは、国民から多くの祝福を受けられ、両組の比較が頻繁に行われているのです。守谷家からは、喜ばしい話題が聞こえてくる反面、小室夫妻に関しては、所在不明や経済破綻などといった、不安な噂も少なくありません。なぜこれほどまでに、両組に対する国民の祝福に差があるのでしょうか。今回は、近年皇室を退出された、秋篠宮家の眞子さんと、高円宮家の綾子さんのご結婚について、詳細にお伝えしていきます。小室夫妻と守谷夫妻は、同じ頃に婚約され、男性側が、同じ姓という名前であることから、しばしば比較して取り上げられることの多い夫婦です。高円宮家の三女である綾子さんは、守谷圭さんとご結婚され、現在は二人のお子様の母でもいらっしゃいます。綾子さんの母上である、高円宮久子様と、圭さんの母上の親交が深かったことが、ご結婚のきっかけであったそうです。お二人は、久子様のご紹介で、2017年12月に出会われました。両者ともすぐに意気投合され、わずか半年後の2018年7月には婚約が内定しました。記者会見が開かれた会場には花が飾られるなど、お祝いの雰囲気に包まれていました。圭さんは控えめながらも誠実さがにじむ発言や優しく微笑む姿が好印象であったことから、国民の多くがこのご結婚を祝福しました。その時の会見で綾子さんは母からの紹介ということもあり、折に触れて母には報告をしておりましたので、改めて何か結婚の意思を伝えるということはいたしませんでした。また、当初より結婚を前提としたお付き合いと考えておりましたので、自然な流れで家族にも合わせて父には温かく見守ってくださるようお願いいたしました。と、親子の深いつながりを示されていました。そして、同年10月には、ご結婚が決まり、とてもスムーズな婚姻だったことを、皆さんも覚えているのではないでしょうか。一方、秋篠宮家の長女の眞子さんと、小室圭さんとの出会いは、2012年に、お二人が在学していた、国際基督教大学での交換留学生の説明会でのことでした。この時、両者の席が前後であったことから交流が始まり、交際に発展したといいます。お互いが留学から戻られた2013年には、小室さんから眞子さんへプロポーズを行ったそうです。その後も大切に関係を育まれたようで、婚約会見が行われたのは2017年9月でした。会見の場で眞子さんは、小室さんは私を温かく励ましてくださる存在でございます。最初に惹かれたのは、太陽のような明るい笑顔であったと思いますが、性格を深く知るうちに、真面目でご自分の考えと強い意志を持ちながら努力されるお姿、また物事に心広く対応される姿に惹かれました、と話されています。また、小室圭さんも、眞子さんは私のことを月のように静かに見守ってくださる存在でございます。とても愛情深く、確たる信念をお持ちのところに、強く惹かれました。と、お互いを太陽と月に例え、その中睦まじい様子に、多くの国民が祝意を表しました。このように、多くの国民に祝福されたお二人でしたが、その約3ヶ月後、お祝いムードが一変する報道が、世間に広まりました。
小室圭さんの母上と元婚約者の間に金銭問題があると報じられたのです。元婚約者は母上と小室さんが借金を返済していないと主張していました。小室圭さんは必ずしも裕福な家庭で育ったわけではなく、母上の元婚約者である男性が大学の学費など総額約400万円の経済的支援をしていたといいます。元婚約者の男性はこの400万円を貸したと主張する一方、小室さん側はもらったと主張したことで両者が対立することとなったのです。これを受け、小室さんが近い将来で経済的に困窮するのではないかと問題視する声が高まり、眞子さんを心配する声も上がりました。また日本中を騒然とさせた小室圭さん当人から十分な説明がないことや対応の遅れに皇族の結婚相手として適切ではないのではないかと世間の見方も厳しくなっていきました。こうした報道を受けて宮内庁はお二人について結婚に向けた準備にさらなる時間が必要だと説明し、正式なご結婚は延期されることになりました。小室圭さん本人に金銭トラブルがあったわけではありませんが、国の象徴である皇族方とのご結婚は当事者同士が良ければそれでいいというわけにはいかないのでしょう。国民が納得できない形で押し切ることは皇室に対する信頼が失墜してしまうことも考えられるからです。皇室は外国訪問や来賓の接遇に加え、皇族としての品位維持にかかる費用や護衛費など運営には巨額の費用がかかります。国庫から支払われる宮内庁関係の予算は大きく皇室費と宮内庁費に分かれています。そのうち皇室費はさらに内廷費、皇族費、宮廷費の3つに分けられます。一つ目の内廷費は天皇、上皇、内廷にある皇族方の日常生活にかかる費用やその他内廷諸費に充てるもので、法律により定額が定められているものです。令和6年度の内廷費の予算は3億2400万円です。二つ目の皇族費の予算は皇族としての品位保持の使に充てるためのもので、各宮家の皇族に対して支出されます。皇族費の定額は法律により定められており、令和6年度の皇族費の総額は2億6372万円となっています。また内廷費、皇族費として支出されたものはお手元金と言われ、日常生活に必要な物品などに使用されるため宮内庁が経理するものではありません。三つ目の宮廷費は儀式、国賓などの接遇、外国訪問など皇室の公的ご活動に必要な経費、皇居などの施設の整備に必要な経費などに充てられます。2022年9月にようやく増築改修が終了した秋篠宮邸に総額約44億4600万円という巨額の費用がかけられていたことに対して、税金の無駄遣いだと物議を醸したことは記憶に新しいのではないでしょうか。令和6年度の宮廷費の予算は95億5381万円となっています。加えて宮内庁の運営のために必要な人件費、事務費などに充てられる宮内庁費は119億5677万円となっていますから、皇室の運営には巨額の費用がかかっていることがわかります。このような皇室や王室の運営費用の問題は、ヨーロッパを中心とする王室を持つ国ではたびたび議論されているようです。現在世界的な物価高騰の波が押し寄せている影響もあり、世界中では王族のスリム化が加速しています。例えば世界で2番目に古い歴史を持つデンマーク王室では、2022年に4人の孫から王子、王女の称号を剥奪すると発表しました。デンマーク王室はこの経緯に至った理由の一つとして、欧州の他の国に倣った王室のスリム化を挙げていますが、財政の逼迫が背景にあったのではないかと言われています。称号がないため王族としての権利はなく、自身で仕事をして生活を営む必要があるのです。また2022年イギリスのエリザベス女王が逝去されたことに伴い、チャールズ新国王が誕生しましたが、近年イギリスでは君主制に対する反対運動が行われています。特に戴冠式が行われた日には多くの国民が祝福する一方で、王政の廃止を訴える国民がデモを行うなど、君主制に対する国民の温度差が浮き彫りとなりました。
デモを行った国民は、戴冠式に投じられる多額の費用に加えて、国際情勢や新型コロナウイルス感染症によって、国民が生活に困難を感じている中での開催を疑問視していたようです。英国のデータ分析会社、ユーガブの世論調査では、戴冠式に関心がないと答えた国民が 64% であったことが公表されています。無関心の傾向は若者ほど高いようで、イギリスでは、いわゆる王室離れが急速に加速しているのです。この70年ぶりともなる歴史的な戴冠式の日、王妃となったカミラ夫人は王冠の新調を辞退して、既存の王冠を修正して着用するという異例の選択をされました。過去の戴冠式では王妃が新たに王冠を製作し、初めてお披露目することで華やかさを演出してきた歴史があります。バッキンガム宮殿はこの選択について、王妃が戴冠式のために新たな冠を依頼せず、既存の冠を使用するのは近年の歴史上初めてのこと。持続可能性と効率性の観点から今回カミラ王妃が選ばれたと声明の中で述べていますが、莫大な資金がかかる君主制に対して反対する国民の声も影響した結果でしょう。日本も例外ではなく、物価は上がる一方で収入が増えない状況が続いており、生活への困難感はますます大きくなっています。そんな国内情勢の中、金銭が絡んだ問題に報道はますます過熱し、収拾がつかなくなったことで、小室夫妻のご結婚は長期にわたって延期となったのです。国民の賛否両論がある中、婚約内定から4年もの歳月を経て、2021年10月にようやくお二人はご結婚する運びとなりました。花などの装飾がない無機質な会場にてご結婚会見が行われ、その祝福ムードの感じられない装飾は国民の声を反映したものにも見えました。また質疑応答の時間も設けられておらず、誠意がないなどと国民からは不満の声が上がりました。後に眞子さんは書面で質問に応じられましたが、皇室に対する言葉は、私がお伝えできるのは、一人の人として、皇室の方々のお幸せをお祈りしたいと思っているということです。と、淡白なものでした。両組の違いを振り返ると、同じ皇族のご結婚でも、国民が異なる印象を持ったことは明らかです。また、小室夫妻のご結婚の延期を一番気にかけていたのは、高円宮家の三女の綾子さんであったといいます。綾子さんは、眞子さんのように、天皇陛下の直系の皇族ではないため、眞子さんが婚約発表をされた時、綾子さんは、仮に良縁があっても、今は待たなければいけない、とお考えになっていたようです。しかし、前述の金銭トラブルによって、小室夫妻のご結婚が延期となったことで、綾子さんのご結婚が先に進められる形となりました。加えて、お相手の名前が同じ K さんだったことで、綾子さんは森谷 K さんの名前の読み方を K からサトシさんに変えて発表した方がいいのではないかとお配慮されていたようです。しきたりに従った皇室の上下関係もありますが、綾子さんのお心遣いが垣間見えるエピソードです。綾子さんがこのような深いお配慮の念を示された背景には、母上である子、高円宮憲仁殿下のお妃の久子様の強い信念と熱心な教育があったのではないかと言われています。久子様は、精神女学院中等部から、ケンブリッジ大学ガートンカレッジで、中国学、人類学などを学ばれました。帰国後は、翻訳や通訳のお仕事をされており、語学が堪能なことで知られています。ブエノスアイレスの IOC 総会で、久子様の流暢なフランス語と英語でのスピーチが東京オリンピック誘致の決め手となったと言われているほどです。また海外に滞在されていた期間が長いことや、民間から皇室に入られたことから、皇后陛下とは特に深い関係にあり、長期療養中の雅子様を献身的に支えたと言われています。久子様は皇后陛下の美しさに触れ、第一ティアラを身につけるために生まれてきた。と称賛されています。また、天皇陛下も、高円宮憲仁殿下を、兄のように慕っていたと伝えられています。高円宮憲仁殿下は、ご結婚前であった現在の天皇陛下と、皇后陛下を、宮邸にお招きになり、キューピッド役を買って出られたとも言われています。高円宮憲仁殿下を、
突然亡くされた久子様は、女手一つで娘三人を育てられました。その中で、久子様はいずれ皇室を出る身であっても、皇室を支えていくべき存在であってほしい、と強く願われたといいます。そうして久子様は、皇族の一員として生を受けた以上、皇室を離脱しても、天皇陛下を支えることが責務である、という強い信念を娘三人に教えていたといいます。綾子さんはご結婚会見にて、今日をもって私は高円宮家を離れますが、元皇族として天皇陛下をお支えしていくことに変わりはございません、と表明され、久子様の信念は綾子さんにもしっかり届いていたことが示された場面でした。また、久子様は娘3人が成年皇族となるまで、模範となる社交の場に積極的に参加させていたといいます。いずれ皇室を出るであろう娘三人に、社会での生活を学んでもらいたいというお願いがあったのでしょう。また久子様は、娘を無事にお嫁に出したい。でも、恋愛と結婚は別、とお考えになっていたといい、皇族として伴侶を選ぶ際には、人柄や経歴、さらには家柄など、様々な要素を念頭に置いて決める必要があることを、慎重にお考えになっていたといいます。結婚相手を見極めるポイントについて、姉妹でお話し合いになることもあったそうですが、その一つとして、結婚後も家族同士できちんと付き合えることという条件を挙げていました。森谷圭さんの場合、母上同士の親交があったという側面もあり、良好な信頼関係があったことがわかりますね。綾子さんは皇室を離脱された後も、久子様とオール学習院の集いにご参加になるなど、親子関係は良好なようです。これも、久子様の強い信念と、熱心な教育によって、成し得たものなのかもしれません。一方の小室夫妻は、ニューヨークで生活されているため、両親である、秋篠宮殿下や、紀子様と疎遠になってしまうことは、やむを得ないでしょう。秋篠宮殿下は、娘のご結婚、すなわち、娘が、皇室から離脱することについては、当初から冷静にお考えになっておられたようです。一方で紀子様は、初めて眞子さんが小室圭さんを家族にご紹介された際、心からお喜びになっていたといいます。また、婚約内定会見の後に行われた、秋篠宮殿下のお誕生日会見にご同席された紀子様は、小室圭さんの印象について、初めてお会いし、話をしました時に、丁寧で穏やかな印象を受けました。そして、今も同じような印象を持っております、とお話しされていました。しかし、小室圭さんの母上が、過去に金銭トラブルがあったと報道されると、紀子様も心穏やかではいられなくなったようです。通常であれば、皇族がご結婚される際には、正式な婚約発表の前に、宮内庁が結婚相手の身辺調査を行われるようです。しかし、ある皇室の記者によると、小室圭さんの身辺調査は、秋篠宮殿下のご意向で、あえて行われなかった可能性があるといいます。親として、娘が選んだ相手を疑うことはしたくないというお気持ちは理解できますが、今回は、それが裏目に出てしまったようです。皇室関係者は、眞子さんは、母親は世間体を気にしているだけで、本当に自分を守ろうとしているわけではないというお受け止めをされたのだと思います、と話しています。皇族の結婚相手本人でなくとも、その家族に金銭トラブルがあることに関しては、皇族としての品位を欠くものと問題視されていたようです。結局、小室圭さんの母上の金銭トラブルについては、小室さん側が解決金として約400万円を支払って、ようやく事態は収束しましたが、国民からは依然として反対の声も多く、祝福されないご結婚となってしまったのです。このような状況は、眞子さんにとって大変辛い状況であったことでしょう。過度の報道と SNS での容赦ない批判は、眞子さんの心の健康に影響を及ぼし、宮内庁によると、PTSD、心的外傷後、ストレス障害の状態に陥られたといいます。このような激しい批判の背景には、小室さん側の金銭トラブルだけでなく、皇室に代々受け継がれてきた納采の儀や、その他の関連行事を省略するという伝統を破った、異例の選択にもあったようです。ご結婚会見の当日には、抗議デモがあったといい、参加者は、私たちの皇室を守れ、
皇族は日本の心だ、などと記したプラカードを掲げていました。さらに、結婚一時金をお受け取りにならないという選択をされた小室夫妻に、物価の高いニューヨークでの生活費に加え、必要な護衛をつけるなど、必要な資金を確保できるのかという心配の声も上がっています。国民にとって、皇族方のご結婚は喜びであると同時に、国民の誇りでもあります。今後、ご結婚される女性皇族方が、皇室を離脱される際には、国民全体が、心からお祝いできるものとなることを願うばかりです。さて、このエピソードについて、海外から多くのコメントが寄せられていますので、その一部をご紹介します。このニュースは、海外メディアもよく報道していたから、小室夫妻のお顔は、よく知られているよ。イギリスのハリー王子と、メーガン妃のようにならないことを願うよ。海外メディアでも広く報道されていたから、結婚相手の家庭に、金銭問題があって批判されていたことは、よく知っているよ。ニューヨークに住んでいるみたいだけど、マンションの警備費用などは、今も日本の国民の税金から支払われているの？もしそうだとしたら、日本国民は納得できないだろうね。少なくとも、小室夫妻のお二人は、仲睦まじい様子に見えるよ。ハリーとメーガンのように、暴露本を出したり、メディアに出て、お金を稼ぐことはしないと思うな。ロイヤルファミリーの存続には、莫大な税金がかかるから、世界中で賛否の声があることは事実だよね。皇室の運営を支える日本人にとっては、小室夫妻に裏切られた気持ちになるだろうし、納得できないだろうね。妥協点を見つけられることを祈るよ。以上、海外から届いた声を一部ご紹介しました。イギリス王室を離脱して、暴露本を出すなどして世を騒がせた、ハリー王子とメーガン妃の姿を重ねたコメントが多く見られました。また、ヨーロッパを中心として加速している王室のスリム化について言及する声も多く聞かれています。女性皇族のご結婚による皇室離脱には、結婚関連行事や結婚一時金など国民の関心が集まるため、誠意ある丁寧な説明が求められます。世界最古の日本の皇室が今後も国民から敬愛され、継承され続けていくためにも、国民が納得できる形で皇室が運営される必要がありそうです。今回はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。